こんにちは、金黒です。 iOS13 以上にアップデートした一部の iPhone で発生している 4G LTE のアンテナが立っているのに、モバイルデータ通信が突然切れたり、つながらなくなってしまう不具合の対処方法をご紹介します。金黒レビューチャンネル。今年の Apple の OS のアップデートにはたくさんのバグが発見されています。iPhone の iOS13 や iPad の iPadOS、Mac の MacOS シェーラーなど、全般的に使ってて、これバグじゃないかと感じるところがたくさんあり、今すごく使いにくい状況になっています。その中で一番困るのが、iPhone の iOS13 以上にアップデートした際の 4G LTE のアンテナが立っているのに、モバイルデータ通信が突然途切れたり、うまくつながらないという不具合は、もう iPhone は通信端末として使っているので、これは非常に困ります。10月15日にアップデートされた iOS13.1.3 にアップデートしてもこの不具合は治らず、端末も iPhone 11 Pro シリーズだけじゃなく iPhone X や iPhone SE、 iPhone XS Max などいろんな端末でこの症状は見られているようです。またキャリアもドコモ、au、ソフトバンクに限らずこの障害が出ているようです。まだはっきりした原因は Apple もまたは通信キャリアからも発表がないんですけど、今回はこういう通信回線が途切れたり、うまくつながらなかった時の対処方法をご紹介していきます。金黒レビューチャンネル。まず使っている時に突然モバイルデータ通信が落ちる件なんですけど、いろんな方のツイッターのコメントを見てると、どうも GPS を使った位置情報の関係があるんじゃないかというふうに疑われています。これは設定の中のプライバシーの中の位置情報サービス、こちらの中で常に位置情報を使うんじゃなくて、この設定をこのアプリを使用時に許可、こういうふうに常に設定するんじゃなくて、アプリを使っている時だけに設定することによって突然落ちることが減るようです。次に 4G LTE のアンテナが立っているのにうまくつながらない時の対処方法なんですけど、一番確実な方法としては、一旦 SIM カードを抜いてもう一回 SIM カードを挿してネットワークの設定をやり直すっていう方法があります。これは設定の中の一般のリセットでやり直すことができるんですけど、これをやってしまうともう一回 Wi-Fi の設定など面倒なことになります。そこでこのネットワークの設定をやり直すんじゃなく、他の対処方法としては iPhone の電源を一回切って再起動する方法があります。 iPhone を再起動する方法としては2種類あって、まず1つ目は普通に電源を切ってまた普通に電源を入れるっていう再起動の方法と、もう一ついきなり再起動する操作方法があります。まず普通に電源を切る方法なんですけど、ホームボタンのある iPhone 8より前の端末だと電源ボタンを長押しすると画面に電源を切るっていう表示が出るので、そこでスライドして電源を切ります。 iPhone X 以降のホームボタンのない iPhone だとボリュームボタンのボリュームを上げるもしくは下げる、どちらでもいいので、ボリュームボタンのどちらかと電源ボタンを長押しすると電源を切る表示が出てきて、そこで電源を切ります。電源を入れるのは電源ボタンを長押しすると電源が入って起動します。そしてもう一つの iPhone をすぐ再起動する操作方法なんですけど、これはボリュームボタンの上側の音量を上げるを押してすぐ指を離して、その後下のボタンの音量下げるを押してすぐ指を離して、その後電源を長押しします。そうするとスライドして電源オフっていうふうに出るんですが、ここはスライドして電源オフせずにそのまま長押しすると iPhone が再起動し始めるので、そこで指を離します。そうすると iPhone が再起動してきます。私は最近 iOS13 の調子が悪く、この再起動の操作方法をよく使うようになりました。
今回は iOS13 の不具合でモバイルデータ通信中に突然途切れたりうまくつながらなかった時の対処方法と iPhone を再起動する操作方法をご紹介しました。また Apple 製品で便利な使い方、このレビュー動画でご紹介していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。